これ以上に起きる方法をあったらコメントしてってなったんですけど、確かあんまりなかった気がするんですよね。そうね、いやもうこれは最強かな、もうね、というわけで、 ね、なんかいいのあったらねコメントほしいんですけど、はい、武田塾チャンネル。いや6月来ちゃいましたね、本当梅雨だよ。いや梅雨ですよ本当もう。何を見てたの、梅雨嫌い。いやもう梅雨大嫌いですよ僕は本当。バイクはもうバイク錆びるしバイク乗れないしで外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない、逆に。確かにそうですね、天気いいとさ、うん、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ。確かに。まあそんなね悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は受験相談 SOS。 宮田先生、はい、今日の質問は何ですか。はい、今日の質問は浪人生です、うん、とにかく朝起きれません、うん、12時に起きてしまいます、死にたいです。うん、12時に起きちゃう、死にたい、死にたい、それは死にたい。いやもうやっぱりねこの受験生で特に浪人生、はい、もう来年ないという状況の中で12時に起きてしまう、これは死にたいですね。もう本当絶望的な。いや絶望ですね。もう、まあ、でもこれよくやりますよね。意外とみんなね、うん、そう結構ね俺だけかなって思ってるけど、うん、みんな実はやっちゃってるっていう、ね、そうですね。そうなんですね。なんか夜型じゃダメだみたいな感じのなんていうかこの風潮あるじゃないですか、受験業界っていうか、まあその一般的な教育業界。そうなんかあれって別に夜型でも朝型でもいいらしいんですよね。なんか別に夜勉強したからってじゃあ受かんないかっていうと全然そんなことはないし、夜勉強して受かってる人も世の中いっぱいいるわけですよね。そうで、ただまあ一応一般的に言われるのがそのやっぱり規則正しい生活習慣の方が、まあそのまあ、健康的な、まあね、その体調とかも、まあ、整いやすいし、うん、あとはその午前中に入試があるからみたいな形でよく言われますよね、まあ、正直僕は結構夜型でもいいかなとは、うん、あの思ってるんですけど、まあ、でもまあ朝型の方が気持ちいいですよね、まあ、あの入試のこと考えたらまあ朝型の方がいいですね。そうですね。そう、じゃあそれをねどうやったらいいかっていうことですよね。そうですね。中宮先生、はい、いい方法ないですか。はい、やっぱりあの前日にどれだけ行動するかっていうところじゃないですかね。やっぱりあの人間行動すると1日フルで行動すると疲れますから、うん、自動的に早く眠りにつきやすい、うんうん、早く眠りについてしまう、うん、じゃあ、まあ、前昔あれからどうやったら起きれますかみたいな多分動画を宮先生でしたっけ、あれ宮先生話しました。そうですね、うん、話しましたっけ。まあ、僕はあのいろいろ研究した結果、うん、まあやっぱり、まあ、人にねもし例えば親とかに起こしてもらえるんだったらそれでもいいかもしれないけど、僕が一番研究したのはやっぱりこの、ね、あの目覚ましを5個買って、まず枕元とちょっとベッド降りたところと、あとはその部屋出たところと、そのなんか、ね、廊下行ったところと、あとそのシャワー室の前みたいな、うん、風呂の前とかに置いて、うんうん、それを全部なんかちょっと時間差で1分ずつぐらい差をつけて起きる。あ、なるほどなるほど、はい、これも僕最強ですね、やっぱ起きれますねこれは。そうですね、実際に歩いて止めないと、はい、うん、止まんないですからね。そうそう、目覚ましが。そうで、そのままもう朝熱いシャワーを浴びると、うん、そうこれもバッチリ目覚ます、ね、うんうんうん、はい、もうこれ以上に起きる方法をあったらコメントしてってなったんですけど、確かあんまりなかった気がするんですよね。そうね、いやもうこれは最強かな。というわけ で、ね、あのなんかいいのあったら、ね、コメントほしいんですけど、はい、コメントください。そうですよね、うんうん、宮崎さんはやっぱ 夜型ですか、 やっぱりとかよくわかんないですけど、最近そうですね、夜型なんですよ。まあ塾結構遅いですからね。そうなんですよ ね、 ね、うん、ちょっと終電で帰ってきちゃうっていうことが、ね、あの仕事であるんで、うんうん、頑張ってますもんね、うん、生徒のために、うん、確かにね、宮先生勉強しすぎですからね、オープンキャンパス忘れるぐらいになるね。そう、まあ、というわけでちょっとまあ話戻りますけど、まあ、とりあえずね、12時で起きれないという場合には、うん、もう割り切って夜勉強するか、もしくは、まあね、やっぱり朝起きた方がいいと思うので朝起きる方法を何か身につけてください、うん、僕はあの目覚ましいっぱいかけたりとか、あとはあの、まあ、武田塾のね、その、まあ、先生にあのメール、校舎にそのメールしたりとかして起きてますね。ああそうなんですね、まあ、それはちょっと、まあ、あの気になる人はコメント動画で、うん、質問ください。はい、そういう感じで、まあ、あんまり自分を責めずに、そうですね、はい、しっかり規則正しい生活を送って頑張ってください、はい、今回は以上です。
武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おそう、大学受験のさ対策動画あるじゃないですか、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へですね、参考書だけで大学合格 .com っていうのがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おそこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外のねサイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。